ショーン・レインはアメリカのギタリストで作曲家テネシー州メンフィス生まれソロでは2枚のスタジオアルバムを発表している若くしてアンダーグランドのギターサークルで注目されたプレイヤーとなり14歳でカントリーロックバンドブラック・オークアーカンソーに参加1992年発表のソロアルバムパワーズ・オブ・テンが有名でこれはジョン・マクラフリンの 元ベーシストであるジョナス・ヘルボーグと共作した作品である。その後、1999年にはソロアルバムトライトーン・ファシネーション2001年にライブアルバムパワーズ・オブ・テン・ライブを発売。レインはヤングギター誌でメンフィス・ビニース・ザ・アンダードックという連載講座を担当していたことがある。その当時はアイバニーズとエンドース契約を結んでいた。 彼は、生涯、感染に罹患しており、13歳の頃から感染性、関節炎を発症していた。当初特に演奏に、支障はなかったが、関節が硬くなることから歩行に困難をきたし、ステロイド剤での治療が必要となった。そのため体重に大きな影響があり、もともと若い頃は痩せていたにもかかわらず、死の数年前には300ポンドを超えた。 また常に喫煙をしていた。2000年頃にはギターの演奏にも支障が出始め、演奏前には十分な休養が必要となった。2003年、彼は呼吸に困難を覚えるようになり、今後一生医療酸素処置が必要と告げられた。しかしその後間もなく、2003年9月26日にテネシー州メンフィスの病院で死亡した。 即弾スタイルのギターで著名でピアノもプレイする。彼の音楽性は非常に多彩でロックフュージョンをベースとしたワールドミュージックインストゥルメンタルである。リンゴスター、クリス・クリストファーソン、ジョニー・キャッシュ、ウィリー・ネルソン、ウェーロン・ジェニングス、ジョー・ウォルシュラ多数のミュージシャンとも共演した。ありがとうございます。